徳島県。徳島県は日本の県の一つ。四国の東部に位置する。県庁所在地は徳島市。県北部は阿波が多く収穫されたことから、阿国、淡の国、県南部は長国、長野国であったが、後に統合され、両政国では阿波の国と呼ばれていた。中川や吉野川、四国山地、紀伊水道をはじめとする自然が多く残っており、 ナルトの渦潮や夜景、大ボケ、小ボケなどの観光資源や、約400年の伝統がある、阿波踊りなどの文化を有する。産業では、農作物、巣立ち、人参などと、養鶏が盛んである。県北部の徳島平野を除いては、全体的に産地の多い地形で、特に徳島平野以南に、ジエル四国産地は、西日本でも、有数の険しい山岳地帯となっている。 この山々は昔から現在に至るまで四国内の物流や交流の大きな障害となってきた。その一方で山間部からは吉野川、勝浦川、中川など水量の豊富な河川が多数流れ出しており豊かな水資源をもたらしてくれている。河川が少なく水不足に陥りやすい隣の香川県とは対照的であるが逆に地水に長年悩まされている。また、 中川下流域ではほぼ毎日、工業用水などの渇水が深刻化している。なお、徳島県内で最長の河川は、吉野川、徳島県川延長 109km ではなく、中川延長 125km である、総延長 194km ら高知県川 85km を引き算出。国土地理院地理情報によると、 徳島県の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは 107.37km、南北の長さは 79.03km である。一般的にどの地域も温暖で、夏季と周期はタウとなり、冬季の降水量や降雪量は少ない。おおむね徳島平野以北は瀬戸内海式気候、四国山地以南は太平洋側気候に属する。 徳島平野にあたる地域は、典型的な海洋性気候で、年中温暖で放射冷却が起きにくく氷点下まで、下がることは稀である。日照時間が全国でも指折りの多い地域である。徳島市や吉野川市のある吉野川以南の地域は、瀬戸内海式気候に属するが、梅雨、秋雨、台風や、それに伴う太平洋からの湿った気流の影響を、夏から秋に受けやすいため、 一般的な瀬戸内海式気候とはやや異なる。鳴門市淡阿市付近の吉野川以北にあたる地域は、典型的な瀬戸内海式気候となっており、温暖勝雨である。山間部、勝浦郡付近は、県南部の気候に近く、朝晩は冷え込み、平野部に比べると、降水量も多く、南海型太平洋側気候に属する。全域が内陸性の気候で、 朝晩は放射冷却が起きやすく比較差も大きい。雪も県北東部に比べると降雪、積雪しやすく、山間部では路面凍結も多い。徳島平野にあたる平野部は典型的な瀬戸内海式気候で、隣の香川県や愛媛県の気候に近い。四国山地である山間部、飯谷地方などでは太平洋側気候にあたり、 降水量が多く県南部や高知県の気候に近い。全域が典型的な南海型太平洋側気候であり、沿岸部は年中温暖で日照時間も多い地域であるが、山勝ちであるために県北東部に比べて比較差が大きい。また、四国山地にあたる山間部は台風や梅雨、雨の季節には、 記録的な降水量になることが多いなど、日本で最も降水量が多い地域の一つである。以下の八市八郡十五町一村がある。徳島県の厚生町村は、町はすべて町、村は村と読む。なお、かつて存在した脇町、現馬市は町と読んでいた。地域としては、東部と南部、西部に分かれる。愛媛県における東予、中予、 南予、香川県における、東山、中山、生産のような地域の故障は、一般的ではなく、東部、南部、西部と呼ぶ。人口密集地の東部のみを中央地区を除いて、東部と呼ぶこともある。病罪群異性を、西部と呼ぶこともにある。北部は、香川県とのつながりがあるが、県と徳島市から西へ離れるにつれて、徳島県の影響力が弱まり、 相対的に、香川県の影響力が強まる傾向にある。県内地域間の人口移動は東部への移動が大半で、西部や南部への人口移動は少なく、西部、南部間の移動は海無に近い状況である。徳島県の出先機関である南部総合県民局と西部総合県民局についても関連を示した。県内では、京阪神とのつながりが最も深い地域であり、 近畿圏の一部として扱われる場合もある。その一方で、四国他県や中国地方とのつながりは浅く、言葉や方言なども含め、ほぼ完全な近畿志向の地域となっている。整形両面において、近畿の一員として扱われることも、珍しくない。大阪市の民放各局のニュース番組では、性格を期するため、近畿と徳島という表現がなされている。 西を中央地区とする区分もある。沿岸部のほか内陸部でも在反民法のテレビが視聴できるため、関西志向が強い。その一方で、県内では道路整備が比較的遅れている地域である。総面積の約33%を占める。県の北東部とは異なり、近畿地方に加えて、香川県、愛媛県や中国地方との交流が盛んで、 特に近年は高速道路の開通により、それまでの高松市に加え、愛媛県四国中央市や新居浜市のショッピングセンターなどにもしばしば買い物へ出かけるようになった。そのため、同じ県内でも北東部在住の県民と北西部在住の県民とでは交流面での間隔が異なっている。瀬戸大橋開通後は山陽地方の岡山市などへ気軽にアクセスできるようになっている。 県都から離れた中山間地のため、かつては権力者の力が末端まで及ばず、権力者の支配への抗争が多発していた。山岳武士が権力者の主導する改修に反抗したり、6つの山村を中心に百姓一揆が連鎖発生、上氷一揆して大きな動きとなった。別市道山、土佐藩の三近高大道、仮。 高牛やコンピラ牛参拝等を通じた他県との交流も知られている。約2万年前の遺物と推定できる国府型ナイフ型石器が徳島県域でも49遺跡から見つかっている。戦国時代には三好軍を拠点にしていた三好氏が東四国から山城国までの八国を支配した。豊臣秀吉の四国平定により阿波国は八塚氏が封税られ、その統治は 明治維新まで続いた。もともと徳島市は明東軍に属する都市だったので、廃藩地県の第一次府県統合、明治四年1871年当時の徳島県は明東県という名称であった。当初の明東県は現在の徳島県にあたる旧淡国の外に旧淡路国、淡路島も範囲とされたが、交互事変で対立し淡路国は、 兵庫県に編入された。さらに、1873年、明治6年2月20日には、香川県も編入した。しかし、第二次府県統合により、1875年、明治8年9月5日に、旧佐抜国部分が、香川県として分立再治験され、明治3年、1870年の交互事変、稲田騒動で敵対した。 阿波時刻が1876年、明治9年月21日に兵庫県に編入され、阿波国部分は高知県に編入された。この後の1880年、明治13年3月2日に旧名東県が高知県から分離されて、現在の徳島県は発足した。なお、宮武骸骨の説、都道府県名称では、徳島藩は当初、 曖昧藩だったから、徳島藩の主婦であった徳島市の所在する名東郡から名前を取って名東県となったということになる。しかし、復活の際になぜ都市名を取った徳島県に変更されたのかは定かではない。衆議院の小選挙区が2だが、2012年衆院選以前は3であった。参議院では徳島県選挙区として全県で1区を構成していたが、 2016年の第24回参議院議員通常選挙より高知県選挙区と合区され、高知県と共に一区を構成する合同選挙区が創設された。地方債残高、吉野川北岸地域、川口付近では野菜の生産が盛んであり、主に京阪神方面へと出荷されている。落農が盛んに行われており、吉野川市鴨島町には、 牛島、牛の島、落農が地名の由来という名称の地域もある。最近は落農経営、乳牛数ともに全盛期の4分の1に落ち込んでいる。反面、徳島市における牛乳消費量は都道府県庁所在地の中では最も高い。現在は県内唯一の牛乳メーカーである日本落農共同。 毎日牛乳の徳島工場が徳島市内にある。またかつては、明財郡石井町に森永乳業の徳島工場。2011年、平成23年9月30日に、閉鎖が吉野川市、旧、尾江郡鴨島町に、旧明治乳業、現、株式会社、明治の徳島工場があった。県南西部の長郡には、豊かな森林地帯があり、 長町の旧長町や旧木沢村、旧木東村を中心に行われているが、高齢化により、後継者不足に悩まされている。また、生椎茸の生産量は、日本一である。高架駅舎は、佐古駅、海府駅、四宿井駅の3駅が存在する。京城駅舎は、阿南駅のみである。全国47都道府県で唯一、電閣間が全く存在せず、 歴史的にも存在したことがない。そのため、徳島県には電車が一切走っていない。また、伏線区間も存在しない。なお、2018年夏以降は、47都道府県で、唯一自動改札機設置駅が存在せず、歴史上存在したこともない都道府県となる。テレビ早々期の頃から、徳島県のテレビ放送は長年にわたって、 NHK と四国放送の二極三波である。テレビ黎明期の1959年に NHK 徳島放送局と四国放送がテレビ放送を開始して以降、県内の放送局は開局していない。そのため、電波の会場電波を利用して近畿広域県のテレビ局の視聴者が県内に多存在する。しかしアナログ放送からデジタル放送への移行に当たって、 近畿県の壺根が市長不能となる地域が続出することが判明。そのため、県は、国の援助を得て、県内のケーブルテレビ局加入促進策を打ち出した。日本アマチュア無線連盟、ヤールを免許人とするアマチュア無線用中継局が県内各所に設置されている。徳島県のレピータは、南部の JR5BR を除き、都市、 集落が多くある吉野川周辺設置されてい、特徴がある。徳島県内で話される方言は、徳島弁、阿波弁と呼ばれる。四国方言に分類されるが、特に県東部で近畿方言の影響を強く受けている。近年は映画ロケの誘致に力を入れており、有名なものでは、男は辛いよ虎次郎かもめ歌や、虹をつかむ男、バルトの楽園の舞台となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。